おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ3063です。はい、今回紹介するのはですね、前回の最後までもね言ったと思いますけど、今回ですね、以前ねフィグマで出ていたやつのプラモデル版みたいなやつがね、まあ出たということで、こちらをね今回からね作っていきたいと思います。それがこちら、じゃんと、はい、こちらですね、プラマックスの HH-01 重兵装型女子高生1ですね。これをちょっと作っていきたいと思います。重兵装型女子高生1に関しましてはね、一応フィグマのこのね重兵装型女子高生シリーズの第1弾というかね、最初に出たやつですね。あれもね相当前にねフィグマねやっておりますけどね、まあそちらのプラモデル版みたいなやつが出たという感じと、まあこのシリーズというかね、重兵装型女子高生シリーズもね結構数がいるんでね、フィグマでね続き出してほしいなと思いますけどね。まあこちらをねやっていきたいと思います。パッケージはこんな感じで、以前のやつに比べましてね、まあ髪の毛がですね、ポニテになったり、マスカリになったりっていうね、またちょっとイメージが違う感じかなと思います。で、まあ横を見ると、まあこんな感じですね。先ほどと同じ感じとなっておりますよと。ただ武器の補助がね、展開に関しましては以前とね、同じような感じなのかな。で、さらにね、こういう感じになっておりまして、こちらもね、先ほどのマスクなしの方のポニテですね。で、後ろ髪のこのロングバージョンですね。これもありますよと。これを見る限り、ロングバージョンなんだけど、ここがね、稼働するみたいなね、こんな感じになっていますんで、とりあえずね、稼働に関しましては問題なさそうかなと。で、デカールがあったりとかね、組み立てるとこんな感じでね、パーツリストも載っておりますよと。で、さらに横ですね。まあ、これがね、いつもと同じスタイルですね。で、ここの鞘ですね。この大型の鞘に関しましては、前腕にね、つけることができるみたいですね。これはフィグマではね、なかったギミックですね。まあ、一応こんな感じの中身となっておりますよと。で、あと、上と。下となっておりますよと。はい、ということでですね、早速ねこっから開けていきましょう。ではレッツオープン。はい、箱から出したのがこの形となります。先ほどの箱から出すとこんな感じのね箱に入っておりましたので、まあこんな感じでねランナー関係が入っておりますよと。ちらっと見えてますけどね、こちらね説明書ですね。まあこれはね後で見れればと思っておりますが、これちょっとね避けてしまいまして、パーツを見ていきたいと思います。とりあえずこちらですね、フェイスパーツ、それと手首パーツですね。ここ、手の甲のパーツですね。ここの部分、塗装済みですね。こちらも同じですね。一応こんな感じのね、切り離し式なんですけど、こんな感じのね、手首パーツが入ってきておりますと。で、次、これですね。同じような感じで、部分的にね、塗装されておりますよと。こちらに対してっていうかね、この袋、こういう風にね、塗装済みのパーツとかが入ってきておりまして、ここはですね、フェイスパーツ。で、マスクありとマスクなしとかね、ありますが、目の部分がね、抜けてる状態になっております。まあこちらはですね、目の部分もあるようなねフェイスパーツになっておりましたと。で、ここのところにですね、前腕とかで桃パーツがね、これは刀の鞘とかね、こちら関係のパーツがあって、ここに髪の毛パーツですね。こんな感じでね、ポニーテだったりね、ロングヘアだったりね、こんな感じのパーツが入ってきておりますよと。で、あとここに黒っぽいパーツですか、これはね鞘とかね、その辺のパーツかなと。で、ここにクリアパーツですね。台座と支柱ですね。なのでこちらですね、ちゃんとベース関係が入ってきておりますよと。あとここですね、刀のね刀身部分ですね、まあ刃の部分とかが入ってきておりますのと、あとここにね目ですね、これも印刷済みのやつがあって、ここだけねのっぺらなんで、これはね好きなやつを貼ればいいみたいなね、そんな感じの中身かなと思っております。ここのところに鞘パーツと、まあこれはさすがにね塗装されておりませんのでね、まあ自分で塗る必要性があるのかなと。あとはこうね、刀の持ち手部分だったりね、紐というかね、こういう部分があったりします。ここの部分に関しましては、これ、股関節部分かな、足かなみたいな感じのね、パーツが入ってきておりましたと。で、ここにスカートパーツと腹部とかね、こちらのパーツだったりとか、これ、もも関係ですね。腹部とかね、ももの肌色の部分がありましたと。で、最後のランナーですね。ここのところに、先ほどの続きというかね、前腕だったりとかね、ここが塊かなみたいな感じのパーツが入ってきておりましたと。はい、一応こんな感じの中身ですよと。まあ、特殊な部分に関しましてはね、まあ、刀だったり何だったりというかね、ありはしますけど、まあ、大体いつもね、フレームアームズガールとかね、女神デバイスとね、同じような感覚で作れるんじゃないかなとは思っております。まあ、ここを見ていただきますね、ちょっとね、ベルトっぽいのがね、造形されてるけど、ここは塗らなきゃいけないんでね、まあ結構部分塗装が必要なのかなってちょっと思っておりますよと。はい。で、説明書、これ袋に入っているのと、これですね、正誤表ですね。これ組み立てに関しまして一部分ですね。 L の3ではなくね、 L の4をつけるとかね、これが逆になってるとかね、一応こんな感じ。あとはハンドパーツ、
刀の握り手ですね。これを見ていただきますね。2個なんですよね。ここに関しましてはね、正しいのがこちらなんで、全部2個あって、鞘を持ってる手だけ1個っていうね、こういう仕様なんでね、まあ間違えないように気をつけましょうってなっておりましたと。で、あと説明書がね、袋に入っておりまして、ここにデカール関係が入っているよと。まあ貼り付け位置はね、裏にあるような感じだと思いますんで、袋に入ってるんでね、さっと出してしまいたいと思います。はい、袋から出しましたということで、中身チェックしていきましょう。ペラリとめくりまして、まあ、こんな感じですね。重兵装型女子高生っていうのは何かとかね。あとは表情パーツだったりね。あと武器関係とかね。こんな感じのものが載ってきておりますよと。で、切り離し方法がありまして、ここですね。まずフェイスパーツの組み立て。それからポニーテール。あとロングヘアのね、髪の毛パーツの組み立て方が載っておりますよと。で、次のページ行きまして、ボディーパーツですね。とりあえず胸周りとかね、その辺をダーッと作っていって、腰周りまで含めて作ります。腕作って、足作ってと。まあ、これですね。一部分ね、塗装したりとかね。その部分が必要になると思いますけど、一応こんな感じで作っていきまして、組み合わせると本体が完成と。それから刀を作っていくと。で、この武器関係の、この辺ですね。この辺のところ、これかな?これが本当は L の4ですよとかね。で、多分裏のページに行きまして、今度ここがね、L の3ですよみたいなね。これは整合表に合わせてちゃんと作りましょう。で、これができましたらね、こういう風に刀を重ねたりとかね、紐つけたりみたいな、こんな感じとなっております。ただ細いんで十分気をつけましょうみたいなね、そんな感じですよと。で、取り付け方ですね。前腕の一部にね、専用パーツを組み付けることによって鞘をつけることができます。こちらね、襟パーツ一回外して組み付けて戻せとかね。あとは支柱関係がこう作りますとか、あと台座のね、組み付け方法だったり、一応この感じですね、設定使用集的なものがちらっとあるという感じと。はい。まあ、以前のですね、フィグマの方でもね、こんな感じのね、イラストカード的なものはありましたけど、刀の名前とかね、そういうのがね、あってもよかったかなってね、ちょっと思いますからね。一応こんな感じになっておりまして、最後にパーツリストですね。ここのところに関しましてはね、塗装済みのね、部分がこの黄色の枠かな。こんな感じで説明になっておりまして、最後にデカールの貼り位置というふうになっております。はい。まあ中身としてはね、こんな感じになっておりますので、今回で組み立てをね、すべてやっていきたいと思います。で、次回ね、ギミック編というふうにね、分けさせていただきたいと思いますんでね。早速ですね、パーツの方ね、ザーッと用意してしまいたいと思います。はい、ひとまず本体のね、パーツだけ用意しましたよと。武器関係ちょっと入らなかったんでね、後で出したいと思いますが、とりあえず、頭部、胸部っていうかボディーパーツですね。で、腕と足というふうに出してありますと。腕と足に関しましてはね、左分だけね、用意してありますんで、後でね、右をね、作っていきたいと思います。まず用意しなきゃいけないのは表情パーツなんですけどね。こちらの目の部分ですね。これが抜けてますんでね。ここに対して目のパーツを組み付けていきますよと。こんな感じでね、4つあると。これはですね、ランナーの番号としましてはね、7から9。ちょっと1個ね、白目があるんでね、これは抜いたとして、7から9の3つの中から好みで付けろというふうになっております。なので、こちらのね、フェイスパーツ。これに対して右目線をつけるとかね、左目線をつけるみたいな感じになっていますよと。とりあえず組み付けに関しましてはね、こちらね、裏側のところに対してこいつズボッと入れると。一応指でも入ったんでね、問題はないと思いますが、マックスまで入れるんだったらね、ここに棒がありますんでね、こちらの棒をね、ここにズボッと差し込んであげて、奥まで押し付けてあげると入るっていうね。今この状態だと、右目線のね、表情パーツができましたと。これと同じ感じでね、こちらの棒のパーツに対して目のパーツをね、こういう風に入れてあげて、こいつをね、ズボッと入れれば、こんな感じでね、組み付けることができるという風になっておりますよと。一応これが正面目線かなみたいな感じで、表情パーツっていうか、目線をね、好みの形で作ることができるという風になっております。このシステムはね、非常にありがたいと思いますね。過去にもね、言ったことではありますけど、右、左とかね、になってくると非常に扱いづらいですけどね。こんな感じでね、好みの形で作ることができると。で、この方式がね、嫌いな人のために、一応印刷済みのね、フェイスパーツもありますんでね。これで運用することも可能となっておりますっていうね。これは非常にありがたいシステムですね。とりあえず、こちらね、印刷済みがありますんでね。これをちょっと使っていきたいと思いますが、とりあえずフェイスパーツはね、用意できたということで、頭部パーツね、中身を用意していくよと。とりあえずそのパーツっていうのがこれですね。こちらのパーツを用意してあげまして、下のところに受けとなるね、こちらのパーツを入れますよと。で、このパーツ、ここに入りましたら、上の溝、ここ2箇所に対して、こちらね、板パーツをこれズボッと入れますよと。もう一つも同じような感じ入れてあげるっていうね、こんな感じで作ります。
これができましたら、用意しておいたね、表情パーツをここにズボッと入れると。こんな感じで組みましたよと。で、さらに前髪パーツをつけるっていうね、こちらのブロックパーツをまず1個作ります。で、これとね、同じ構造で、もう1組ね、作ることができますよと。まあ一応ね、ここまで作りましたと。ここに対してね、ちょっとフェイスパーツをもう1個入れると。印刷済みがね、もう1個ありますんでね、ちょっとこれをつけておこうかなと思いますが、こうして前髪をセッティングするってね、こんな感じで2組作りますよと。これができましたら、今度、ポニーテール、あとはロングヘアっていうね、風に作っていくっていうね、形となっております。とりあえず、ポニーテールのね、組み立ての説明になってますんで、そっちから作りますが、ベースはこちらですね。中心部分に穴があるやつ。これを用意してあげましょう。で、ポニーテールパーツはこれですね。こちらのパーツのここの部分に対して、穴埋め用のね、このパーツかな。これをね、ズボッと入れてあげましょうよと。で、しっかりとね、奥までぶっ刺して、組み付けると。これができたらね、上のここの部分に対して、このパーツですね。こちらのジョイント。向きをね、把握しながら、こちらの中のところに入れていきますよと。一応、こいつがここかな。そして、反対側からね、こいつを組み合わせてあげると。出来上がったら、こいつをね、組み合わせてあげて、位置を合わせてあげると、これでポニテパーツができましたので、仕込んでおいたジョイントですね。これをここにズボッと刺しますよと。で、あと、こいつをですね、組んでおいたこちらのところに差し込んであげると。そうすることによって、ポニテバージョンの頭部パーツができると。こんな感じでね、ポニテバージョンができましたと。で、次、ロングヘアですね。それを作っていきますが、ロングヘアに関しましては、このパーツですね。こちらのパーツの内側、ここのところに対してね、2組目のね、こちらのパーツをとりあえず先に入れておこうかなと。これもね、位置決まっておりますんで、それを把握しながらね、ここにズボズボッと差し込んで、組み付けてあげましょう。もう一個もね、同じような感じで作っておきましょうよと。で、このパーツ、セッティングがね、できましたら、ここと、ここをね、つなぐような感じで、小さなジョイントパーツ。これですね。こちらのパーツを中心に挟みますよと。で、このパーツを後頭部のね、こっち側にズボッと刺すと。その時向きがね、決まっておりますんで、それを把握しながらね、作ってあげると。多分これだと向き間違ってますね。一応跳ね上げた時に、こういう感じですね。ここの板がですね、下を向かなきゃいけませんので、向きとしてはこういう感じかな。もう一個もつけてあげましょうよと。一応こうできましたら、このパーツをね、ここに入れると。というか、ここに入る感じですね。こういう風に内側にね、ぶっ刺して組み付けてあげましょうよと。で、このパーツ準備できましたら、もう一個ね、ヘッドパーツを用意して、ここにズボッと差し込んで組み合わせると。最後まで入れてあげると、こんな感じでね、ロングヘアが出来上がるっていうね、こんな感じで作りましょう。メインとなるね、こちらの部分はね、ポニーテもね、ロングヘアも共通なんですよね。後ろ髪がね、ちょっと特殊なね、組み方になりますんでね、組み間違いっていうかね、がないように十分気をつけながら作ってあげましょう。はい。これで2種類のね、頭部パーツができましたので、次にボディーパーツを作っていきますよと。ボディーパーツに関しましてはね、まず内部パーツから作りますよと。ベースがこちらですね。こちらの下の軸。ここの部分に対して、こちらのパーツをね、ズボッと刺しますよと。で、両サイドにこいつを刺すっていうね、こんな感じで作ります。で、ボールがね、下ですね。こうなるように用意してあげまして、もう一個のパーツを使って挟み込んで組み付けてあげると。で、最後までズコッとね、差し込んであげますよと。で、出来上がったね、最初に組み付けたこちらのパーツの上のところに対してね、こちらのパネルパーツ。これをね、ここにズボッと入れますよと。その時にね、こちらの時に内側にね、突起がありますんでね、この突起が下になるように用意してあげて、ここにズボッと差し込んであげると。これができましたら、ここですね、今組み付けたばかりのね、上のパネルのところに対して、このパーツですね、こちらのパーツをここに入れると。丸い膨らみですね。これがまあこういう風に受け部分になりますんでね、こんな感じで内側にね、配置されるように用意してあげて、ここに組み付けてあげると。まあ、こちらのパネルパーツですね。ここを先に組んだ状態にしてから、まあ、こんな感じでね、最終的にセッティングした方が楽ですね。まあ、一応こんな感じでできましたら、前面パーツと背面パーツで挟みますよと。それがこちらですね、腹部になる部分ですね。これをここに入れる。で、こちらのパーツを使って挟み込んで、この形にします。で、胸パーツをね、ここに入れると。これも向き決まっておりますんでね、こんな感じでね、組み付けてあげる。背中のパーツを用意して、ここもね、同じような感じで位置がね、決まってますんで、そこに合わせて入れると。これができたらですね、一旦避けておきまして、中に入れるね、腹部パーツを用意するよと。
そのパーツというのがね、こちらですね。このパーツを中心にするよと。で、溝のね、幅がちょっと違うみたいですね。長さか。一応こっち側ですね。深い方が前になるみたいなね、こう用意してあげまして、こちらのパーツに対して、この向きで入れてあげると。で、後ろ側ですね。このパーツをここにね、突っ込んであげましょうよと。で、このパーツ、セッティングね、できましたら、こちらのスカートパーツ。これに対して、ここに入れるよと。で、ここ自体はね、バチッと入るみたいなんでね、この部分はしっかりと入れてあげましょう。はい。こんな感じでね、こちらのパーツが入りましたと。出来上がったら、下のね、今入れたばかりのこちらのね、受けパーツのところに対して、こいつと、こいつ。これをね、組み合わせたものを用意すると。こちらのね、今入れたパーツに関しましては、前後のね、決まりはないみたいなんでね、適当に刺して OK と。これが入ったら、ここに対してズボッと入れると。これ入れるのはいいですけどね、後々足が入るのかどうかっていうのはね、ちょっと不安にはなりますけど、こんな感じでね、入れてあげる。で、上のここに対して組んでおいた胸部パーツをね、ここにズボッと入れると。こんな感じでね、ここに仕込みましたと。で、さらに中心部分。ここに対してね、こちらのね、塗装済みのね、パーツをズボッと入れてあげますよと。ここですね、ちょっと入れるのが大変だと思いますが、折らないようにね、十分気をつけながらね、このところにしっかりと入れてあげると。そして、このパーツをね、上に被せると。ここのパーツに関しましてはね、後々武装パーツを組み付けるときに、ここに対してね、アームパーツを組み付けるみたいなので、ここの部分にね、アクセスする関係で、このパーツをね、接着は厳禁となっておりますんで、一応気をつけましょう。はい。一応こんな感じでね、この形にしましたと。で、あとは首パーツを入れますけど、先に首入れなきゃダメですね。首パーツを先にここにセッティングしてあげまして、これで覆うような感じで組み付けると。これにてボディーパーツが完成というふうになりますよと。はい。ではね、この流れで腕を作っていきたいと思います。腕に関しましてはね、左右ね、だいたい似たような感じで作りますので、片方だけお話ししたいと思いますが、とりあえず肩周りのパーツですね。いつものね、受けパーツみたいなね、こちらのパーツを用意しまして、これを中心にしまして、挟み込むような感じで組み付けていきますよと。で、ここのパーツね、形状が似たやつがね、こんな感じで軸バージョンがありますけどね、これ肘関節になりますんでね、こちらのボールのやつを用意してあげますよと。で、このパーツをね、ズボッと入れる。もう一個のパーツを使って挟み込んであげれば、これで肩パーツが出来上がると。で、これがね、できましたら、下のね、軸の部分に対して、こいつですね、二の腕パーツとなるこいつをね、ズボッと差し込んであげましょう。で、先ほど言ったね、こちらの軸ですね。これをここに入れてあげる。反対側のね、パーツを使って固定してあげれば、ここまでね、二の腕パーツまで完成するよと。で、これがね、できましたら、下になるね、前腕パーツを用意していきますけど、前腕パーツに関しましてはね、こちらのパーツが中心ですね。で、これを挟み込むように、このパーツをね、ズボッと入れる。もう一個のパーツを使って挟み込んで、この形と。で、さらに下ですね。ここの部分に、このパーツをね、ズボッと入れてあげます。側面に配置するパーツとして、こいつと、こいつをね、組み合わせたものを用意してあげますよと。これがね、中に入りましたら、これを横のね、ポジションのところにぶっ刺してあげると。こんな感じ。出来上がったこいつと、先ほど作ってたね、このパーツをここで組み合わせてあげれば、これでですね、腕部パーツが完成すると。で、このパーツ完成しましたら、手首パーツをつけていきますよと。とりあえず今回ね、平手の方にね、ジョイントつけておりますけど、ここのジョイントに関しましてはね、フレームアームズガールとかね、女神デバイスと同じ感じでね、作る手首ジョイントを用意してあげまして、組み付けて、ここにぶっ刺してあげれば、これにて腕部パーツ完成と。で、こちらの手首ジョイントに関しましては予備がありません。これと、あとは反対のね、右腕分しかありませんので、つけるときにバキッとね、やってしまったり、紛失するとね、おしまいなんでね、十分気をつけて作ってあげましょう。用意してあげましょう。はい。一応こんな感じでね、腕パーツできましたと。これと同じ工程で、もう一つのね、腕、右腕を作りますよと。とりあえずそれはね、後でやりますんで、用意してありますね。足を作っていきたいと思います。ここですね、若干左右でね、形状は違うんですけどね、なんとなくこれと同じ感じで作ればできますよというふうになっておりますよと。とりあえずこのパーツですね、こちらのジョイントパーツ、内側のね、空洞ですね、これの位置関係をね、説明書のイラストを参考に用意してあげまして、中のところにセッティングしますよと。で、これができましたね。反対側のパーツを使って挟み込みます。
ここまではね、ちょっとデザインの違いはありますけど共通です。出来上がった下の部分に対してね、こちらのリングパーツ、このパーツをね、形状合わせでセッティングするよと。で、これがね、準備できましたら下のところに肌色のリングパーツをここに合わせてつけてあげる。そしてこのパーツを使って固定するね、イメージで組んであげましょう。こんな感じかな。まあこれとこれをね、先に組んでしまった方が楽ですね。こう作ってあげて、このリングパーツをここにね、セッティングして、で、こいつとこいつをね、組み合わせるっていうやり方をした方が確実に入ります。で、これが入りましたらね、横に突起がありますんで、ここにね、四角いパーツ、これをですね、向きを確認しながらズボッと差し込んであげると。これでももパーツができましたので、次に膝関節を作りますよと。膝関節はこいつとこいつ、これを組み合わせたものを用意して、さらにこいつをね、組み付けると。こちらのジョイントが小さい方が下ですね、大きい方が上になるように用意してあげますよと。まあこんな感じで作ります。出来上がったらね、上下がね、わからなくならないうちに組んでおいた方がいいかな。一応こんな感じで入れましたと。で、あとはね、下のここの部分に対してね、こちらのパーツをズボッと入れると。そして下ですね、ここの部分に対してこちらのボールパーツをね、ズボッと差し込むと。これ自体はね、奥まで頑張ってぶっ刺してあげると。一応これでね、こちらのパーツできましたので、足首パーツを作りましょうよと。足首パーツに関しましては、こいつとこいつをね、まず組み合わせたものを用意するよと。で、このパーツ用意できましたら、こちらですね、丸い方が上になりますんでね、こう用意してあげて、下のこちらのね、小さいボール、ここの部分に対してね、これじゃなくってこいつですね、このパーツをパチッと入れる。下の部分に対してね、白い三角形のパーツをここにね、しっかりと入れてあげると。で、このパーツとこのね、パーツを組み合わせたものを用意してあげまして、ここの部分にズボッとね、差し込みます。これがかかとになりますよと。で、さらにですね、こちらのパーツの上の溝ですね、ここの部分に対してね、こちらの木立みたいなやつ、これをね、ズボッと入れてあげると。その時に向きですね、が決まっておりますんで、それを把握しながらね、入れてあげまして、中心部分のね、穴のところに対してこいつをね、パチッと入れてあげれば、これで脚部パーツが完成するという風になっております。一応これでね、用意したパーツはね、全部揃いましたので、残りのですね、武器パーツを作っていきたいと思いますんで、ささっとですね、用意してしまいたいと思います。はい、残りの武器パーツ用意しましたと。まずはこの辺の、ね、ジョイントから作っていきますけど、刀の1,2,3 みたいな感じで作ってあります。こことここがね、作ってありますが、これとね、同じ構造なんでね、1本だけ作ってないやつを出してありますよと。まず作るのがジョイントってやつを作りますけどね、ジョイントに関しましてはこれかな。こちらのパーツを用意しまして、こいつをね、埋めるようなイメージでもう一個のパーツを用意して組み付けてあげると。それに関しましてはね、形状決まってますんでね、それを把握しながらつけてあげれば OK かなと。とりあえずジョイント1というのを作りますよと。で、これの展開バージョンみたいなやつを作りますんでね、そのパーツというのがこのジョイントですね。こちらの上のところに薄いパネルですね、これをズボッと入れてあげると。で、さらに下の部分に対してね、こちらのパーツを組み付けてあげましょう。はい、こんな感じでね、こちらのパーツを作りましたと。で、これとこれですね、一応刀1のジョイントってやつですね、を作りましたよと。で、次にまたね、同じような感じでこちらのパーツを作っていくよと。そのパーツがですね、刀2のジョイントですね。まあジョイント関係作っていくっていうのがね、先ですね。で、ベースはこちらですよ。このパーツを用意すると。こちらのパーツの上のね、こちらの軸の部分に対して、このパーツですね、こちらのパーツを中にね、入れますよと。これをね、中にズボッとね、入れましたら、反対側からね、こちらのパーツを使って固定してあげる。で、さらにこうですね、組み付けた内部パーツのところに対してこいつをね、差し込んで、で、さらに組み付けてあげて、こんなような感じでね、稼働するバージョンみたいなやつを作りますよと。これがジョイントですね。で、刀の方の作成に移ると。まず作るのは鞘ですね。鞘を作りますけど、これとこれをね、組み合わせてあげると。で、しっかりとね、組み合わせてあげましょう。そしたら上ですね、ここの部分にね、こちらのね、四角い枠パーツみたいなやつをここに入れると。で、これですね、向きがね、かなり分かりづらいですよね。とりあえずこうしてあげて、こうしてあげてみたいなね、今ちょっと仮に作ります。もし違ったら直すっていうね、感じでいきたいと思いますが、とりあえずこんな感じで入れましたと。
で、あとお尻の部分にこちらのパーツをね、ズボッと差し込んで組み付けてあげると。で、このパーツができましたら、今度は刀本体ですね、を作りますよと。とりあえず、こちらですね、刃の部分をこいつの中に通すと。で、その時に、下ですね、ここのところに棒がありますんでね、これが下の方になるように用意してあげますよと。で、これができましたら、こちらのところに対して、こちらね、持ち手部分をぶっ刺すと。この時にね、内側の形状ですね、それが決まってますんで、それを把握しながらね、これズボッと差し込んであげる。これが用意できたら、ここのところですね、先ほど言った部分に対して、こちらのパーツをパチッと入れると。さらに、こちらのパーツ。これもですね、向きを確認しながら、今組み付けたパーツのところに対してパチッと入れると。まあ、仕上がると、このような感じでね、作りますよと。で、これができましたら、組んでおいた鞘ですね、これに対してスーッと差し込んで入れると。で、これがですね、セッティングできましたら、こいつじゃあね、ぐっと寄せて、これでね、パチッと組み付けてあげれば、これでね、抜けないっていうね。一応、このような感じでね、ロック機構のものを作ってあげると。で、刀自体は最後までですね、一番最後までバシッと入りますよと。で、これが入った状態で、アームの位置調整をして差し込んであげると、これでね、ロック機構になるっていうね。こんな感じのパーツを用意すると。ただ、ここですね、爪の引っかかるポイントと、この溝の部分が合うみたいなんでね、ここの今組み付けているね、こちらの向きがね、間違ってるとね、最後まで入らないっぽいんでね、一応確認して入れましょう。はい。こういう風に入れてあげて、組んであげると、多分先ほどよりはしっかりとね、はまりますね。はい。一応こんな感じでね、作ってあげると。これができましたら、ちょっと避けておいて、このパーツですね、こちらとこちらを組み合わせたものを用意すると。さらに、こいつですね、赤いやつとね、黒い刃ですけど、これをね、組み合わせたものを用意すると。で、これができましたね。これを中のところにスッと差し込んで、組み付けると。そして、先ほどまでね、使っていたこちらのでかいやつと、こいつを組み合わせてあげましょう。これが入りましたら、上のね、ここですね。こちらの部分に対して、最初にね、組んだジョイントですね。こちらのパーツを、ここにこういう風に入れるか、それとも展開状態のやつを入れるかっていう選択式になっておりますよと。はい。まあ、一応こんな感じでね、ジョイントパーツ。これに関しましてはね、次回のね、ギミック編でやりたいと思いますけど、とりあえずこれでね、刀1の方ができましたと。そしたら引き続き、刀2ですね、を作っていきたいと思いますが、鞘に関しましてはね、こちらと同じような感じで、2つのパーツを組み合わせて、頭とお尻を入れると。で、これが入りましたら、上のね、こちらのところにね、四角い軸がありますので、そこに対してこちらのパーツをズボッと入れてあげると。この時、向きですね、決まっておりますんで、それを把握しながらここに入れてあげると。で、横のところにね、こちらのパネルパーツを形状を合わせて入れてあげましょう。これがね、こういう風にはまります。位置が合ってないと組み付けることができませんのでね、それを把握しながら入れてあげましょうよと。はい。で、刀に関しましては刃の部分にこいつ入れて持ち手入れるっていうね、こういう風に作ります。まあこれとね、先ほどと同じような感じで作りますよと。で、出来上がったら中にね、スーッと入れておきましょう。はい。こんな感じ。これで刀2ができましたと。刀3も同じ感じですね。ベース部分を作りまして、前後のところにパーツを入れて、こちらね、横パネルを入れるっていうね、刀2と同じ構造で作りますよと。で、刀本体に関しましても先ほどとね、同じような感じで作ってあげて、中にぶっ刺してね。こんな感じで刀ね、3種類作りましたと。で、これができましたら、刀2ですね。2と3。これをね、ここで組み合わせてあげると。1は決まってますんでね、これを重ね合わせてあげると。こんな感じで、上のここですね、仕込んでおいたこちらの部分に対して、初めの方に作りましたね、こちらの可動タイプの方のジョイント、これをここにぶっ刺しておきましょう。で、さらにこちらね、軸部分に対してこのパーツ、これを組み合わせたね、ものを用意してあげるっていうね、こんな感じのパーツを作ります。で、これができましたら、ここの部分とここかな、ここかなみたいなポジションをですね、つなぎますよと。そのパーツっていうのがこいつですね。この紐みたいなやつを、ここにぶっ刺して組み付けると。ここ自体はね、こういう風に入れてあげると。で、反対側はフック状でカチッと引っ掛けると。ちょっと細いんでね、破損させないように気をつけながら、このところにズボッとね、差し込んであげましょう。はい、一応つけましたけど、ここのパーツに関しましてはね、この紐のパターンですね。このパターンにするか、ジョイントにするかっていう選択式みたいですね。
なのでこちらの紐にした時にはこちらのジョイントパーツでは作らないという感じみたいですね。なのでここの部分はフィグマとね合わせるんだったらこっちのね紐の方がいいのかなと思いますかね。ここで吊るんでね折れるんじゃないかっていうね心配はありますけど、一応このような感じで作りますよと。これにて組み立て作業は全て完了というふうになっておりますので、作ってないね右腕と右足ささっとね用意してしまいたいと思います。はい、組み立て完了です。あとはこっちをね組み合わせてあげて大地に立たせていきたいと思います。ボディーパーツを用意して下のここの部分に対してね足を刺すと、この形で入れますんでね、最初のうちちょっと大変だと思いますので、もしですねやりづらいんだったらここね組み立て工程の時にこういう風にぶっ刺してるだけなんで、先にねこことここをね組み合わせたものを用意してあげた方が楽かなと。こんな感じでね下半身をね作ってあげて、これでぶっ刺した方が確実にやりやすいと思います。はい、一応こんな感じでね足入りましたと。で腕に関しましてはねここのところに対していつものようにねパチッと入れるだけなんでとりあえず問題ないかなと。ただここもですね結構硬い場合がねありますんで、ここね外してねやりやすい形にした方がいいかなと。どうしてもねこういう部分だったりとかね、ここに下がってるこいつですね、こちらに対してね負荷がかかったりとか滑ってバキッといっちゃう可能性がありますんでね、分解してやりやすい形をね作ってあげた方がいいと思います。破損させるよりはね絶対にいいんでね、まあ一応こんな感じでねやりやすい形で今作っておりますよと。反対も同様に入れましょうと。でここですね、あまりにも硬いからといって軸を削ったりとかねシリコンスプレー流すとかすると後々ね武器の保持とかでね結構影響出てきますんでね、ここの部分はもし削るんだったらねうっすら削ってで何回かね抜き差ししてみたいな調整しながらの方がいいですね。一気に削ってしまうとね最悪買い直しになる可能性がありますんでね気をつけましょう。であとはねこちら上半身下半身をね元の形に戻してあげて、あとは頭部パーツをつけるだけと。頭部パーツに関しましてはね、まあフィグマのね基準に合わせてこちらねロングヘアでいきたいと思いますが、これをここに入れると。こうすることによってこれで重兵装型女子高生1ですね、こちらが完成するよと。とりあえず完成はしましたけどね、武器パーツのね取り付けとかやっておりませんので、まあシンプルといえばシンプルな感じかなと思います。感想としましては足めちゃくちゃ長いなというね印象がありますけど、果たしてこいつがね動いた時にどれぐらいのね可動域だったりとかね武器の保持とかがどうなのかっていうのはちょっと楽しみかなと。あとは背中のマウント方法ですね、片手に関しましても今こちらね紐みたいなやつをねつけておりますけど、これじゃなくてねジョイントパターンもありますよね。こっちの方がね確実に保持はねしっかりとするような気もしますけどね、まあ一応こんな感じのパーツがあったり、あとはフィグマの時にはね手持ちしかなかったこいつがですね前腕のここに組み付けることができるっていうねギミックもあったりとかしますんでね、そういう部分を含めてね次回で見てチェックしていきたいと思います。はい、ということで今回ですねプラマックスの重兵装型女子高生1、こちらをね組み立て全般やっていきました。はい、ということで次回ですね、次回は先ほども言った通り全体的な可動範囲、それから武器の補助がね、あとは表情パーツの交換、髪の毛パーツがね2種類ありますんでね、こちらのロングヘアじゃなくポニーテールとかねそちらの組み替えやっていきたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。